エイキン TV エブリデイ、綿飴販売頑張ります。エイキンさん、今年は綿飴だけじゃないんですよ。アートインクルージョン、知ってました？知らなかったです。ほら、この後ろの笹だけにアートインクルージョンって名前入ってるじゃないですか。これどういうことなんですか？分かんないです。この仙台七夕ですよ、200万人を訪れるという東北三大祭りの一つ、ここに私たちアートインクルージョン、そして仙台市内の、アートの事業所が作る A と W 七夕飾り出すんです。はい、ちょっと感動が薄くない？使いました。一番町で仕事場としてやってる我々がね、こうして商店街の一人メンバーとして七夕を出すことができると。でもね、やっぱりこうお金かかるんですよ。かかりますね。すごいかかる。一つね、非常に重要な社会的ミッションを持って、今年七夕飾りを出すんです。七夕。七夕だね。だね。仙台七夕、非常にね、歴史がある素晴らしい祭りなんですが、年々ね、人手不足もあり、七夕飾りを、会社の皆さんが作って、それで自分たちのね、七夕飾り盛り上げていたのが、なかなかこう人手不足でそういうのも難しくなってきて、あの仙台七夕どうなっちゃうんだろう。それを支えるのが、仙台市内の、福祉事業所で働く障害のある、我々のようなメンバーです。今回ね、アートインクルージョン A と W でこの仕事を受け負って、これがうまくいくとなれば、今後七夕も助かる、福祉事業所も助かる、素晴らしいね、この社会問題を解決するような取り組みになっていくんです。ということで、今年絶対ね、これ成功させたい。でクラウドファンディング、あと5日しかないんですけど、まだ 20% しか達成できてません。残り 80%、 最後まで頑張りますんで、皆さんも応援よろしくお願いします。お願いします。ガタン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 。初めて会ったあの小学生の頃、は欠かせない、切断といし、ダイヤモンドホイール、周りを取ったりパイプを切ったり、フレキシブルといし、ディスクペーパー使い終わったらコンセント抜いて高速カッター、ベルトサンダー、ブルーは丸のこサンダーペーパー。あれからどれくらい経ったのだろう、仕事の前に